はい、皆さんこんにちは、今井です。今日はですね、エアガンを用意しました。どうしてかというと、ラボビューでエアガンの的の得点を計算するプログラムを作成したからですね。これから3種類のエアガンで得点を比較してみたいと思います。自宅の庭で撮影してますけれども、あそこが的ですね。だいたい12メートルくらい離れています。はい、ここが iPhone の位置で、ここが打つ位置ですね。はい、打つ位置へ移動してみると、ウサギの置物がありますけども、はい、こんな感じになります。向こうのウサギの置物の位置までが、だいたい12メートルです。それでは3種類の銃を紹介したいと思います。一番上にあるのが東京マルイ VSR10G スペックのブラックバージョンです。それにフロンティアのオリジナルスコープが付いています。倍率は10倍、サイドフォーカス。その下にあるのも G スペックですけども、OD カラーですね。こちらは東京マルイのショートスコープが付けてあります。倍率は9倍ですけれども、フロンティアのスコープよりもかなり倍率は小さく見える印象です。一番下が同じく東京マルイ VSR10 ですけれども、プロスナイパーバージョン。こちらもスコープを付けようと思ったんですけども、スコープを付けると、レバーを引くときに指がスコープに当たってしまうんですよね。ちょっと近くに寄ってみましょうか。ここですね。この上げる角度が上まで上がるので、スコープに私の引き方だと手が当たってしまうんですね。Gスペックは90度ぐらいしかこう上がらないので、スコープに当たらないんですけど、プロスナイパーバージョンは90度よりも120度ぐらい上がるんですね。なので、スコープは諦めて、このレーザーを出す装置をつけてあります。弾は東京マルイの 0.25g の新品の弾を使います。ターゲットペーパーはフロンティアのオリジナルの感圧紙を使います。やはり有利なのはフロンティアのスコープ。10倍ですからね。その次が東京マルイのスコープ。レーザー光は肉眼で見て倍率がないので、やはり不利ですけれども、どんな結果になるでしょうか。それでは打ってみましょう。
それでは、ラボビューで作成したプログラムで得点を算出してみましょう。まずは VSR10GSpec、ブラックバージョンとフロンティア、オリジナルスコープの組み合わせです。すでに中心座標はセットしていって、ターゲットペーパーの画像から日課に成功しています。XY の重心位置を見つけて、中心からの距離で得点を算出しています。中心に当たると100点ですね。一番近いのがここです。81点、74点、73点、53点、49点。の5つで合計330点という結果になっています。続いて VSR10GSpec OD カラーと東京マルイのショートスコープの組み合わせです。ターゲットペーパーの画像から日課に成功して、重心位置から得点が算出できています。一番得点が高いのは、ほぼ中心に当たっている96点。続いて79点、55点、54点、42点ですね。合計で326点という結果になっています。最後が、プロスナイパーとレーザー光発生する装置の組み合わせです。ターゲットペーパーから日課に成功して、重心位置から得点が算出できています。86点が一番高くて、73点が2つ、55点と38点ということで、合計325点なんですね。先ほどの東京マルイのショートスコープと1点しか違わないという結果になっています。ちょっと驚いています。レーザー光発生する装置はゼロイン調整が難しくて、六角レンチで調整するんですけども、真ん中に合わせるのが難しくて、少し左上にずれるということを考慮して打ってますけども、いやー、ちょっとこんなに命中率がいいとは驚きですね。10メートルくらい離れると、もう肉眼ではどこに当たってるかわからないんですね。近くに追ってみて初めてほぼ真ん中に当たってるので驚きました。これ何回も打ってるわけではなくて、一回勝負でやってるので、いや、レーザー光の命中率が本当高いのに、ちょっと驚いています。ということで、最終的な結果としては予想通り、フロンティアのオリジナルスコープ10倍が一番得点が高くて、330点。東京マルイのショートスコープ9倍が326点。レーザー光発生装置が325点ということで、まあ、1点差でしたけども、順位としては予想通り。ただ、VSR10 なので、3つともあまり差はなかったという結果でしょうか。ただし、レーザー光発生装置の得点が高かったというのが、ちょっと驚きという結果になっています。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。